海や川で捕まえたポケモン食べた後の骨をきれいにきれいにして丁寧に水の中に送る。そうするとポケモンは再び肉体をつけてこの世界のポケモンを食べる。ポケモン食べるの？神王、森の中で暮らすポケモンがいた。森の中でポケモンは皮を脱ぎ人に戻っては眠り、またポケモンの皮をまといものにやってくるのだった。え？と、え？怖いんだけど話が。どういうこと？人と結婚したポケモンがいた？え？え？ポケモンと結婚できんの？ポケモンと結婚した人がいた。昔は人もポケモンも同じだったから普通、ポッタマと結婚できんの？ということ？ん？どういうこと？ん？ブーナイトと結婚やな！熱いじゃん。え？やだーん。怒るな。何々が来るぞ。悲しむな。何々が近づいてくるぞ。喜ぶこと、楽しむこと、当たり前の生活、それが幸せ。そうすれば、何々何様の祝福がある。というのが口癖だ。あれー。ポケモンって、そんな、え？ただの可愛いモンスターじゃないんだ。ブーナイトがダンナイトに進化？